しょう。ほうほう、なるほど。お兄ちゃんって本当に真面目だね。でもそういうことならお姉ちゃんに話せばタダで味見をさせてもらえるんじゃないかな。え？どうして？お兄ちゃん、なんかすごいね。身近な比較対象がどうしても0、2になっちゃうからかな。でしょ？でしょ？実はこの美味しい甘味のそばで働けることもアルバイトを始めたきっかけだったりして。お兄ちゃん、女の子に体重の話題を振らないで。